改めましてスーパーガールズの浅川奈々です。はい、今日はですねすごいたくさん7着ですかね、あの水着の方を着させてもらって、個人的にこの髪色ちょっと染めたんですけど、この色で撮影するのが初めてっていうのと、グラビアの撮影自体が1ヶ月以上ぶりで、すごくなんかまた初心に帰った気持ちで、そしてなんだろうな、すごいこの自由奔放に奔放合ってるのかな、自由奔放にいつも通り楽しく撮影させていただいて、すごく仕上がりが楽しみだなと個人的に思っております。スーパーガールズとして普段活動してるので、ここでお知らせをさせていただきたいと思うんですけども、スーパーガールズがですね12月の22日ですね、東京の方でワンマンライブを行います。そして私個人としては12月に公開される映画十四の夜という映画に出演しますので、ヤングチャンピオンの読者の皆様もぜひチェックしていただけたらなと思っております。はい、ヤングチャンピオンさんいつも本当にお世話になってまして、たくさん皆さんとお会いできる機会もいただいてすごく嬉しいなと思っております。また皆さんにお会いできることを楽しみに一生懸命頑張りたいと思います。ありがとうございました。バイバーイ。